この動画ではチェブシフ多項式というものについて紹介しようと思います。チェブシフ多項式というのが何かというと、こういう三角関数の倍角の公式や3倍角の公式というのを見てみましょう。そうするとですね、コサイン 2θ は 2コサイン 2乗θ 引く1っていうふうになりますし、コサイン 3θ はここで計算しているように4コサイン 3乗θ 引く3コサイン θ というふうになるんですけれども、これいずれもコサイン θ の多項式になっています。つまりどういうことかというと、 t2x っていう多項式を2の x2 乗引く1、t3x イコール 4x3 乗引く 3x というふうにすると、ここの式の形とここの式の形、この式の形とこの式の形が同じになる。つまり x にコサインシータを代入すると t2 コサインシータはコサイン2シータになります。 t3 コサインシータはコサイン3シータになります。このようにコサインの倍角、3倍角っていうのはコサインシータの多項式になっている、こういう性質があるんですけれども、実はこれは2や3の時だけではなくて一般に成り立つ性質です。つまり0以上の整数 k に対して tkx っていう多項式があって、コサイン kθ っていうのがこの tkx の x にコサイン θ を代入したものになっている。つまりコサイン kθ がコサイン θ の多項式になっていると、こういう事実が成り立ちます。このことを全化式を用いて証明してみましょう。全化式なので、まあ、k たす1や k たす2との関係を見ていくんですけれども、まずコサイン k たす 1θ っていうのを加法定理を使って展開するとこういうのになるんですが、ここにコサインっていうのが出てきてちょっと邪魔です。で、これを消すためにもう一個 k たす2の加法定理を使ってみます。そうすると、まあ、ここにちょっと似たようなやつが出てくるんですけれども、ここでサイン 2θ のところ、倍角の公式を思い出すと、こういうふうにここにサイン θ が出てきますね、これ。つまりこの赤線引いてる部分のサイン kθ、サインθ、サイン kθ、サインθ で出てくるから、あと2コサインθ の部分を上にくっつけてやればいいわけです。1個目の式の両辺に2コサインθをかけてやることで、ここに同じものが出てくるわけですね。2サイン kθ、サインθ、コサインθというふうになってます。なので、これの差を取ることでサインの部分が打ち消し合って、このように式を変形することができます。で、まあ、コサイン 2θ の倍角の公式を使うことで、さらに消去できて、コサイン k たす 2θ とコサイン k たす 1θ とコサイン kθ の間に成り立つ関係式、まあ、つまりこれが全化式だということですね。この式をもう一回整理してみると、こういうふうになります。この式から、まあ、k たす2の部分に整理してやると、これでコサイン kθ とコサイン k たす 1θ がコサイン θ の多項式だったら、右辺はコサイン θ の多項式になりますから、そこからコサイン k たす 2θ もコサイン θ の多項式になるということで、k について機能的に主張が示されるわけです。で、このコサイン k たす 2θ やコサイン k たす 1θ、コサイン kθ を tk たす2、tk たす1、tk という多項式を用いて表すと、このような形になって、そのx を変数として改めて書き直すと、多項式 tkx たちの間に成立する全化式が導かれるということになります。この tkx がチェビシェフ多項式と呼ばれるものですね。で、例えば、まあ、t0 や t1 っていうのは、つまりコサイン 0θ は1だし、コサイン θ はコサイン θ そのものですから、t0x は1、t1x は x という多項式ですけれども、これを使って全化式を作る。を用いて t2x や t3x がこのように計算できます。これは最初に紹介した倍角や3倍角の公式になっているものですね。で、次に tk というチェビシェフ多項式の母関数を導いてみましょう。ここでは tk(x) の変数の(x) の部分は省略しています。上に書いてある全化式は先ほどの全化式を左辺に全部まとめたものですね。で、母関数ってのは何かっていうと、こういう t という仮の形式的な変数を用いて、係数に t0、t1、t2 っていうのを並べた形式的なべき係数を考えます。このまあ t0、t1、t2 の部分は x の式になってますから、全体としては x と t の式という感じになっています。で、この ft が母関数なんですけれども、これをより簡単な形の関数に全化式を用いて変形することができます。その様子を見てみましょう。全化式を使いたいんで、その tk たす1、tk たす2の関係を利用したいんですが、それをするために、この式を t 倍するというのをやってみます。等比数列の和の公式の求め方
の計算を思い出してもらうと想像しやすいかと思うんですけれども、上の式を t 倍するとこのように1個ずれていくわけですね。等比数列の和の公式求めるときもこういう計算をします。それと一緒ですね。で、全化式は今3交換の全化式なんでもう1個考えます。そうするとこういうふうになるんですけど、ここにこの210だったり321っていうこの3つの間の式が出てくるわけですね。で、上の全化式を利用したいからどうするかというと、真ん中に 2x をさらにかけてやります。そうすると、例えば t2-2xt1 足す t0 イコール0とか t3-2xt2 足す t1 イコール0っていう風に出てきて、この式を上から足して引いて足すっていう風にすることで ft の式がこういう風に2乗3乗のここの部分は全部0になってしまうわけですね。この全化式を使うとこう全部消えます。なのでこの部分だけ残っていると。で、最後それを整理してやって、まあ、t0 が1で t1 が x でしたから、それで整理すると 1-2xt 足す t の2乗かける ft が 1-tx という式になりますので、 ft はこういう有理式で表すことができる。これがチェビシェフ多項式の母関数というものになります。で、この右辺の t と x の関数がこの左辺のこれですね。この ft って書いてあるのはこれ t と x の関数です。ここに全部 x が入っているので。この t と x のこの無限和になっている関数が、実はこの分数式と一緒になるんだっていうことが証明できました。これがチェビシェフ多項式の母関数と言われるものです。で、次回はこれを使ってチェビシェフ多項式の微分方程式を導くという話をやろうと思います。この動画はここでおしまいです。どうもありがとうございました。